タンポポ社のボランティアの富塚と申します。よろしくお願いします。今日は雨の中をたくさんの方に来ていただきまして本当にありがとうございます。これもやはり今日の講師、北村はじめさんがですね、どんなお話をされるかということで皆さん非常に興味をお持ち、と思います。今日は半原発で安倍政権を崩壊させられる、ということで安倍内閣の弱点、を攻めるというお話です。で、最初に、タンポポ社共同代表の柳田さんからお話ししていただきます。皆さんどうもご苦労様です。柳田です。ちょっとエピソード、今日の講座のエピソードだけお話しますと、実はこの原発再稼働絶対反対のこの本を作ってたんですね。私も担当者で週刊金曜日の方が一緒に作ってたんです。そこでちょこっと話した時に、実は反原発の運動がね、一番安倍内閣のウィークポイントでもあるし、いろんな運動を結合できて倒せる秘訣だというような話をちょっとおっしゃったんですよ。でみんな安倍内閣の攻撃で次から次へ悪いのが来るんでね、考えあぐねてるときにそういう発言をちらっとこれを打ち合わせるときにお聞きしたもんで、とても参考になりましてね。で覚えておりましたんで、あるときにこの本がほぼ完成に近づいたんで安心してお願いしますということで今日の話になりました。そういう点では少し違った視点の TPP とか消費税とか秘密保存、いろんな運動がありますが、その中でも反原発の運動の特色と、それからあちこちの反応ですね、本当にいろんな運動の軸になれるという点も含めたちょっとユニークなお話だと思いますので、皆さんがだから賛成論もちょっと違うよというのをいろんな議論を出していただければと思います。そういう点での今日の講座ですのでよろしくお願いします。こんばんは。雨で寒いので、多分10人ぐらいしかいらっしゃらないだろうなと思ったんですけれども、こんなにたくさんの方が、おいでになってありがとうございました。安倍政権をですね、とにかく打倒しなきゃいけないんで、うちというか金曜日は今年創刊20周年ですよね。この間創刊20周年の記念集会で決めました。で編集員の一人の宇都宮さんがこういう話をしててですね、もうとにかく週刊金曜日はね、安倍政権打倒でやれと、安倍政権のどこがどうじゃなくて、もう安倍政権打倒と、その一本でやりなさいよとこう言われました、ね、その通りだなと、もうおっしゃる通り、要するに安倍政権を倒さないことにはこれどうしようもないですよ、これね。その後どういう政権ができるかっていうのはまたちょっと問題があるんですが、それは最後にお話しますけど、でもとりあえず今は我々が何やらなきゃいけないかというと、安倍政権を倒すしかないです。特定秘密保護法みたいなね、あんなとんでもないなんていうような法律も、政権を変えればいつだってやめることができるわけですから。もちろん原発はね、すべて入る、そういう政権にすれば、すぐにでもできるわけですから、とにかくですね、安倍政権を倒さなきゃいけない。じゃあ倒すためには、どうしたらいいのか、どこを攻めるのかということで、僕は原発だと思ってですね。でその理由はこれ今日これからお話ししますけれども、その前にですね、ちょっと原発とは違うことからお話ししようと思うんですが、僕は毎日新聞に30年近くいました。で労働組合の役員を結構長いやってたんですよ。委員長していた頃にですね、社長退陣闘争っていうのをやりましてね、社長を辞めさせようと。で当時毎日新聞の社長っていうのはどうしようもない人だったんで、この人が社長であるならば毎日新聞は崩壊しちゃうと、だからこれはなんとか辞めさせなきゃいけない。で社長退陣闘争っていうのをやりましてね、ただ組合 の、 中央執行委員会、中央室のメンバーを集めて、そういう話をしたら、何人かの人が、いや委員長は冗談ですよねっていうわけですよね。これやめさせようって言って、賃金を取ってっていう話ですよねって、いつもそういうことですよねって言うから、いやそれは違う、今回は本気だと。
社長を辞めさせることができなければ我々が辞めようと、その収支委員は全部会社辞めようと、もう差し違えようっていう話をして、それでは、どうもこの人本気らしいなっていうふうに、役員も思い始めてですね。で、何ヶ月かもう忘れちゃいましたけれども、社長退陣闘争というのがありました。結果どうなったかというと、社長と経営担当の役員が辞めました。で、我々はクビになりませんでした。なぜそこで社長をじゃあ退陣させることができたのかですよ。組合が、もちろんね、その社長が真っ当な社長だったら組合が何歩行ったってそんなもの辞めさせられるわけなんですよね。で、どうしようもない社長で、なおかつ役員会も含めてね、会社の幹部連中がこの社長じゃダメだと思ってたんですよ。思ってたんですよ。ただ相手は社長だからね、文句言ったらじゃあお前はクビだって話になるから、なかなか盾をつけないんですね。で、組合が社長を辞めさせるっていうことになったもんだから、結局その役員会も含めて会社の中の管理職がですね、はっきり言えば組合の側についたみたいな感じだったんです、で、どういうことをやったかっていうと、部長以上にですね、組合から手紙を出しました。アンケートを出しました。今の社長どう思うかとか、そういうアンケートですよね。もちろん匿名で、返事をもらう。半分以上が今の社長じゃダメだっていう結果だったんです。で、それを組合の機関紙に大々的に書いてですね、これが最後決め手になったんですよ。もう要するに会社側の連中もね、連中に言っちゃう、会社側の人もこの社長はダメだということになってますねということで、役員会もですね、もうだんだん、社長も退陣するしかないんじゃないでしょうかっていう雰囲気になってたんですね。で、何を僕が言いたいかっていうとですね、今安倍政権は支持率が、この間幸いなことに下がりましたが、下がったとは言ってもまだ 50% ぐらいある。でもその足場はですね、非常にもう脆弱だと僕は思います。脆弱だと思います。内閣のお友達はどうか分かりませんけれどもね、自民党の中にもこれは安倍さんじゃまずいんじゃないかなっていう状況っていうのは実は生まれつつあります。これはアメリカとの関係っていうのが大きいんですけど、これまた最後にお話ししますが、原発についてどうかです、問題がね。で、原発についても自民党の中でもね、これ再稼働とか原発推進とかね、そんなバカなこと言ってていいのだろうかっていう声が間違いなく確実にある、確実にあります。ただしそれは真っ当な考えからだけじゃないですね。財界自体が、あるいは電力会社自体がですね、もう原発はやめたいなっていう、そういう一番深いところではですね、そういう考えがありますから、なおさらその自民党の中でもですね、これ原発いつまでも推進なんてこと言ってていいんだろうかという動きがですね、今のところは水面下ですけれども、ね、しかしこれはですね、確実に表に出てきますね。小泉さんのことは後でお話しますけどね。で、そういうことを考えると、中から崩すという点でもですね、原発をテーマにする、原発で攻め込むっていうのが一番効果的だろうと思います。それともう一つは、こっちの方を今日メインに実はお話しようと思ってるんですけれども、メディアですよね。メディアは我々からっていうか、少なくとも反原発の運動をしている側から言うとですね、当てにならないと、新聞もテレビもね、目はあります。ありますが、朝日も毎日も、東京新聞はもちろんですけれども、朝日も毎日も原発については反対ということを社説でも明確に書いてますってね。憲法問題なんかはですね、じゃあ改憲どうのこうのって時にですね、朝日も毎日も明確に誤見とかしてません。むしろ、何らか憲法変えるのはしょうがないんじゃないですかぐらいの話ですね。TPP についてもそうですね。消費税増税に、至ってはですね、朝日も毎日もいろいろ書いていますけれども、基本的には賛成ですよ。軽減税率を導入しろは言ってますけれどもね、消費税増税自体は基本的には賛成ですね。
がいくつかのテーマで、朝日とか毎日、まあ、読売はもうちょっとどうしようもないからあるんですけど、まあ産経とかはこれは機関紙ですからね。もう朝日、毎日、東京、それから地方の有力な新聞、この辺がポイントになるんですけれども、朝日、毎日、東京がこぞって反対って明言しているのは、まあ、秘密法もそうでしたけれども、最後ね、これ原発だけなんですよ。でメディアが足並みを揃えるっていうことはですね、実は私たちが思っている以上に大きいです。新聞離れとか言われてますよね。で確かに、新聞離れは進んでいます。だけど永田町にしても霞が関にしてもですね、新聞がどういう報道をしているかっていうのはやっぱり極めて、関心を持って見てますし、影響力があります。これはもう間違いなかったです。僕も30年近く新聞にいました。でもう後半はもうどんどん新聞離れをしました。新聞離れが進みました。で新聞のそういう意味では力が落ちてきました。それでもやっぱりですね、朝日がどう書いたかとかですね、いうことが永田町霞が関に、大変大きな影響力を与えたんです。これは間違いなかったんですけど、だからそのこと原発に関しては毎日の朝日もですね、これは反対だということは大変大きいんですよ。大変大きいんですよ。だからそこをうまくついてですね、そのメディアをこちら側ある種利用しながらやっていくということもですね、この原発、反原発、脱原発に一番やりやすいところだと思うんですね。さっき憲法の話しましたけども、じゃあ五権とかいうことでやってもですね、朝日毎日、まあ、東京は今五権になってきてますけどね、朝日毎日がそこで、もう全面的にじゃあいろいろな、ね、運動の団体と一緒にやりましょうということにはなりませんが、原発についてはそういう動きがもうできていますんでね。でそこが大変大きいところかと思ってですね。でテレビはですね、新聞が動くとテレビも動きます。それから雑誌もそうですね。でインターネットもですね、なんだかんだ言ってもネットの中入っていらっしゃる方はお分かりの通りですね、ツイッターにしても何にしてもどこどこ新聞がこういうことを書いたっていうのが拡散出ますよね。でそれが拡散していくっていう傾向があります。ここからその新聞のお力というものですね、あんまり僕は過小評価しない方がいいと思うし、その新聞の力を我々がですね巧みに使っていくということによって、安倍政権のこの崩壊への道がですね作れるんじゃないかというふうに思っています。森永卓郎という人がいて、まああんまり好きな人じゃないんだけど、何百万で暮らせるって言いながらてめえ何千万稼いでるんだというふうに思ったりしますが、この人がですね、11月かな、これ最近こんなことをネットで書いてました。安倍政権の最大のアキレス腱が原発問題であることは間違いないと。産業界からの電力料金安定要請や日本の充電産業が米国の原子力産業の一部として組み込まれていること、そしてトルコ等に原発を売り込んでいることから、脱原発とは口が裂けても言えないと。しかし国民の原発への批判は根強い。特に原発事故の被災地では原発に対する大きな恨みがある。だから安倍総理は国民に人気の高い小泉進次郎氏を復興担当の、政務官に指名したんだ。この森永さんの見立てというのは僕は当たっていると思うんですね。やっぱ安倍さんもですね、アキレス腱は原発だと思ってますから、で、やむなくというか、だから小泉進次郎ですね、政務官にせざるを得なかったという。でその小泉進次郎が小泉発言で、まあ、最初はね、いやお父さんで僕は僕なんですここのところ来て、やっぱりこれからは原発見直さなきゃいけないということを明言し始めてますからね。でもそういう人を安倍さんはですね、置かざるを得なかった。そこで人気取りのできる人を置かなければですね、反原発、脱原発から自分が崩されるっていう不安感を安倍さん自身が強く持ってるということですよ。だからそういうことになる。だからこの森永さんの見立てっていうのは、僕はそれが正しいと思うんですね。で、例えばね、その自民党の中にもうんうんって話でいうと、このヤフーでヤフーみんなの政治っていう、ネットでご覧になったらともういらっしゃるかと思うんですけど、ここが時々政治アンケートとかってこうやってるんですよ。でそれ今日プリントアウトしてきたものがこれなんですけれども、
今年のですね、これ7月に原子力発電所は可能な限り早くにゼロにすべきだと、あの参議院選挙というですね、そういう質問をしてそれぞれ回答がどうありましたかっていうのをヤフー今こうまとめたものなんですけれども、自民党の中でですね、それによればですよ、自民党の中で原子力発電所は可能な限り早くにゼロにすべきだっていうのが賛成が 2%、 やや賛成が 17% で、中立が 47% です。そしてだからこの限りなくゼロにすべきだにやや反対が 10% で、反対が 8% しかないんですね。これはもちろんね、これ選挙前ですからね、自分たち当選しなきゃいけないからということがあると思うんですよ。それにしてもね、その時にいや原発あの推進絶対賛成ですよなんて言ったら票が取れないと思ってるからね、こういうデータが出るんですよ。これ自民党でもこれですからね。ちょっとこれ愛知二郎とかですね、なんかは限りなくゼロにすべきだ、賛成ってことやです。だからあの河野池っているじゃないですか、あの右翼のあれなんかやや賛成ですよ。だから実際は自民党の中にもですね、相当程度この原発はもうやめねっていう人たちがいると、まあこれは一つの例ですけどね。あの千葉の衆議院議員で秋元正俊って新理って書く、写真の新理、利益の理、秋元正俊って書く、あの自民党の衆議院議員ですが、この人はあの千葉の公募で自民党で立って、当選した人ですけれども、まあ若手ですよね。でこの人が中心になって自民党の若手議員の中で脱原発の勉強会というのをやっててね、今20人ぐらいです。そうです。そしてこの秋元さんという人がですね、インタビューに答えて、そのインタビュアーの方が核燃料サイクルはどうなんだってこう聞いてるわけですね。でこの秋元って人はもちろんそんなのすぐにやめるべきだっていう考え方で、今の自民党にそういうことができるかと、こういうふうに聞くと、この秋元さんという自民党の議員はこう答えてますね。確かに壁は厚いと、だがやるしかないと。自民党の中でも問題意識の差はあるが、大震災前のように大した問題意識もなく、サイクルに賛成というのは今やマイノリティではないかと。私のようにはっきりサイクルに反対するのもマイノリティだが、大多数である中間派の多くもどこかに疑問を持っていると。最近も党内で廃炉の部会をやったが、原子力規制委員会の新規制基準で動かせない原子炉も出てくるから、国が責任を持って廃炉の基準を作って廃炉を進めようじゃないかという意見も多かったと、こういうことを言ってます。でまあこの秋元さんというのはあの河野さんと一緒にあの原発ゼロの会のね、世話人もやってる人ですから、まあそういう意味ではもう確固たる脱原発反原発の人ですけどもね。でもこの人がそういう発言をしているようにですね、自民党の中間派のいわゆる中間派の中にはいくらでもそのいざあの世の中がですね、反原発脱原発の方に大きく動けば、まあ、そっちに乗っていきましょうねっていう議員がたくさんいるってことです。そしてもう一つ、これは今日の東京新聞ですね、なんかわけのわからないまた新党ができました、枝さんとかいう人ですね、ゆいの党だっつって、よくわかんないこれ、みんなの党とか委員の党とかね、よくわかりませんが、今日の東京新聞の朝刊の記事ですけれども、各野党はですね、それぞれの秘密保護法とか原発とか憲法とか集団的自衛権についてどういうスタンスを取っているかっていうのを一覧表にまとめたものですが、まあこれは政界再編を目指す野党となっているんで共産党は入ってないんですけれども、全てのその新、野党がですね、一致するのは原発だけなんですね。原発だけなんですよ。他のテーマについてはバラバラですね。ただ原発に関しては全ての党が2030代にゼロとか、2020年代にゼロとか、要するに、近未来というか、まあ、近い将来ですね、原発はゼロだということを政策として掲げてますね。共産党はもちろんですね。ということはですよ、その野党が全部そうなんですから、自民党の中のその中間派がちょっと動けばですね、大きな流れとして、宗形町自体がですね、
原発、脱原発にもう行くわけですよね。だからそれは僕が冒頭に話したその組合の時の話じゃないけども、何かちょっとしたきっかけを与えればですね、そちらに向かうということが十分あり得るとですよ。でそのきっかけに、まあ、メディアを行くということをさっきちょっと話したんですけれども、で、小泉発言のことはまた後でゆっくりお話しするとしてですね、まあ、小泉発言以降ですね、じゃあ中央の話というのはよくこう出てきますけれども、じゃあ地方では何か動きがあるのかどうかということですが、これ原発とは関係、直接というか原発とは違いますけれども、例えば沖縄で自民党の安倍政権の支持率の調査なんかすると、これはまあ圧倒的に不支持が多いですね。それから同じようにと言いますか、率は違いますけれども、不支持の方が支持より多い都道府県は北海道と福島なんですね。で北海道は TPP があるからだと言われてますけれども、僕は泊まりの影響も大きいと思います。で、そうですね、具体的に言うと、例えば函館の工藤さんという市長さんがいますが、この人は10月これは18日の会見で、小泉発言のことを聞かれてですね、脱原発はやればできるという発言は心強く声援として受け止めたと。で電源開発、大間原発 建設差し止め、訴訟の提起に意欲を示して、小泉元市長の核廃棄物の最終処分場がないのに原発を進める方が労働無責任だとの発言について 100% 賛同できると、で私たちが訴えてきたことだっていうふうに函館の市長が小泉発言の後、そういう会見でそういうことを話しますね。で地方の動きがどうかというのは、まあ、地方議員の、人たちの個別の動きというのはなかなか分かりませんけれども、地方紙、例えば地方紙がどういうことを書いているかとかね、いうところにも出てきます。というのは地方紙というのは、まあ、多かれ少なかれその地元のですね、財界とか地元県とかですね、とどちらかといえば、まあ、つるんじゃう新聞が多いですね、地元紙が。ただそういう地元紙が地方紙、北海道とか沖縄は別にしてですね、ちょっとその地方自治体ともこの癒着とは言わないけれども、足並みを揃えてしまうような地方紙が多い。でその辺の新聞がどういうことを書いてるかというのを見るとですね、例えばデイリー東北なんかは11月7日に、政治家が発する言葉の衝撃を久々に味わったと、小泉さんの発言をそれで、書いていてですね、国民の間に わだかまっていた不安に、共鳴したんじゃないか、あ、共鳴するんじゃないかね。で元首相の発言をきっかけに電力のベストミックスの工程、表作りが促進されるように望みたいというようなことをですね、社説が書いてですね、社説で書いて、秋田産学のようなですね、ちょっとまあ我々からすると、我々からっていうのは、僕は新聞労連の委員長もやってたことあるんですけども、まあ、新聞労連の中の新聞労連の加盟の新聞の中でちょっと秋田産学っていうのは右寄りの、まあ、新聞で、ありますけれども、そういうところでも、知人大国日本で原発を続けるのは無理、日本の技術力をもってすれば脱原発は進む、原発ゼロでも十分経済成長できると、そういう元首相の発言力は、安倍首相もですね、市の先生の市ですね、言動は気がかりに違いないとかですね、そういうようなことを書いてます。つまり中央ももちろんなんですけれども、そのもろもろ全国いろいろなところでですね、この小泉発言をきっかけにしてですね、きっかけにして、そのいわゆる我々の側っていうのも変な言い方だけれども、もともとその反原発である革新の側とかですね、だけではなくて、その中間にいる人たちとかですね、ちょっとまあ保守的な人たちとかですね、そういう中にもですね、微妙にそういう機運がですね、高まってきてるっていうことは、間違いなく言えると思います。で、そもそもですね、この小泉さんの発言の通りですね、これ朝日新聞なんですよ、これね、まあ東京新聞が一面の頭は当たり前、この間の流れから言うと当
たり前なんですけどね、朝日新聞もこれ一面の頭なんですね。ね、まあ、我々のようなと言いますか、その新聞業界の、常識から言うとですね、もう辞めた総理大臣がね、日本記者クラブで会見して、その中身が何であるですね、一面の頭にするってことはよほどのことがないとありません。それを朝日が一面の頭にしてるってことがですね、ものすごくこれ実は影響力ですよ、ね、で最近の朝日新聞は本当にまあ困ったもんだなということが多いんですけれどもね、多いんですけれども、やっぱりリーディングペーパーなんでね、朝日新聞の動向っていうのはですね、永田町も霞が関もすごく気にするんですよ、ね、この僕がこの日につまり、11月12日ですね、小泉さんが記者クラブで会見すると、でそれを、東京はもう間違いなくいじめのためにするだろうと、朝日新聞とか毎日新聞がどういう扱いにするかっていうのを非常に関心を持って見てたんですよ。ただこういうことでしたね。そしてその日、同じ日の朝日新聞の2面は2面にもこれだけ大きくしたんですよね。小泉発言、政権の挑発、決断の環境は優勢 B とかですね、これだけの扱いをするということはですね、新聞の常識から言うとですね、朝日新聞はもともとその反原発に舵を切りましたけれども、小泉発言を企画としてですね、これを積極的に推し進めてですね、そして安倍政権の原発政策を変えさせようっていうですね、それなりの新聞としてのやっぱり方向性ですよね、これを明らかにしたということです。それで、東京新聞はこういうことですね、その日ね、これは、ね、東京はもう僕今朝日が見て東京にしちゃいました毎日はもうずっと読んでますけども、でその日の毎日は実はこういう一面で書いてこういう扱いをして、あと中の方の面でもっと細かな発言の内容を書いてます。もうこんな発言の内容全部毎日新聞で書いてます。で読売はどうかっていうとね、でこんな感じですよね、こんな扱いです。読売新聞で最近皆さんご覧になったことないと思うんですけど、こんなもんですね。いや僕も読みたくないんですよ、読みたくないんだけれども、職業柄やっぱり全紙名通さなきゃいけないし、安倍政権が何を考えてるかっていうのは読売新聞読んだらよくわかりますからね、産経ももちろんですけど、だからそういう意味で読売を読みます。読売もこれ書かざるを得なかったってことですか。ああ読売の扱いがちっちゃいなっていう見方もありますけれど、僕は逆に考えてますね。本来読売はですね、これをボツにするしてもいいはずですよ、うん、さっきお話したようにね、高々ある意味では高々ね、もう元の首相が持論を述べたぐらいの話ですからね、本来ならボツにしてもいい、だけど読売新聞もボツにできなかったってことですから、それも大きいと思うんですよね。無視できないってことですよ。産経新聞ですもんですらもう写真を書かざるを得ない、こういう状況でしたね。でこれどう受け止めるかなんですけれども、その読売も無視できなかったっていう見方ももちろんできるんだけれども、読売もですね、多分ですよ、大きな流れとしてはもうこれは脱原発に行かざるを得ないと、でそのように永田町もなってるだろうと踏んでると思いますね。だからこの小泉発言を全く無視することはできない、これは確証というか裏付けをある話ではありませんが、僕はそのように見ています。で新聞はこういうことを言われることがあるんですね、こういうところでお話していると、でもおかしいじゃないのと、いろんな人がね、反原発、脱原発言ってるのにも書かないでね、小泉さんがちょっと喋ったらね、こんなに大きく扱って、おかしいじゃないかっていうことを言われます。いや、僕もそう
もちろんそう思いますよ。安倍さんっていうのはとんでもない総理大臣だけれども、小泉さんだってとんでもない総理大臣だったこんなに格差社会のね、第一歩を作っちゃったのは小泉さんですからね。これガイドラインもそうだし、それは許せない総理大臣なんですよ。許せない総理大臣なんだけれども、じゃあ新聞テレビはなんでね、それは大報道するかっていうのはね、犬が人を噛んだって書けないんですけどね、人が犬を噛んだらニュースになるわけですよ。だからこの人がね、脱原発反原発っていうのは当たり前だなって人が言ったって、それは記事にならないけれども、意外だなっていう人がいれば記事になるっていうね。まあ根本はそういうことですよ、根本はね。だから小泉さんが言ったらああっていうのはあります。しかしもう一つ考えなくてはいけないのはですね、新聞もですね、やっぱりこれは原発をこのまんま安倍路線でね再稼働なんて許せないなっていうのがあるわけですよ。その時にどうやってどういう主面展開をすればね、打撃を与えられるかって時に、やっぱり小泉発言を取り上げるんですよね。だからこれは僕はこう思ってるんですよ。だから小泉さんの発言というのはどんどん利用すべきだと思います、ね、どんどん利用すべきだと思います。利用したから別にあの人 の, あのこれまでのね悪行を許すわけじゃないんです。許しませんよ、そんなものは。許さないんだけれども、原発を止めるためには利用できるものは何でも利用するってい う考えです、僕は。だから、まあ、新聞もですね、そういうことがあって、大きく扱ったと。そう考えるとですね、この小泉発言というのは結構大きな意味を持ちますよ。で、毎日新聞が11月9、10と世論調査をやったんですけれども、その時に小泉元首相の主張する原発ゼロはどうですかって言ったら、賛同するが 55%、賛同しないが 34% なんですね。で、特に女性はですね、賛同するが 60% で、賛同しないが 27%。安倍内閣を支持するという人の中でも、小泉発言を賛同するが 49%、 賛同しないが 42% ですね。だからその世論調査の結果を見るだけでもですね、もう社会的にって言いますか、市民 の意識としてはやっぱり反原発、脱原発なんですよ。まあ、そうでも困ります、もちろんね。だから安倍政権がですね、なんとかそれ原発に引き戻すのなんて言ったってもうダメなんですよね。でちょっとですね、じゃあ新聞はそれまでどうだったのかっていうのを少しだけ、参考までに、まあ、お話し、しておこうかなと思うんですけれども、朝日新聞は、まあ、ご承知の方多いと思うんですけれども、もともと原発についてはイエスバット方針だったんですね。イエスバットというのは原発をイエスだともう認めると平和利用がね、でバット、しかしその地域の、いろいろな状況を勘案して、した上での、イエスという何かわけのわからない方針を朝日新聞というのはずっと取ってきていたんですね。で僕のいた毎日新聞は、よくわからない、なんかどっちつかずにですね、反対なのか賛成なのかよくわかんないなみたいな、そういう紙面を作ってきてしまった。読売新聞はまあ言うまでもなく推進ですね。それは正直松太郎さんがもともと原発を日本に持ち込んだんですから、これはもう間違いなく、推進。原発の広告というのがありますね。電磁連が原発の広告出しますね。これ一等最初に載った新聞はどこですかって聞いたら大抵読売ってみんな答えるんですが、じゃあ正解は朝日なんですよ。朝日が一番最初にですね、このイエスバット方針をやってる時にですね、電磁連の原発の広告を載せちゃったんですよ、朝日。ただそれを見た読売新聞がね、おかしいじゃないのと、自分とこが一番推進派なのになんで朝日の広告に載るんだっつって電磁連に文句を言って読売が載ったんですよね。それから毎日は、なんでうちだけないのって言って、で全部載っちゃったっていう経緯があるんですけども、朝日新聞がですね、実は最初に載せてるんですよ、ね。そして3.11 が起きましたと。で、3.11 が、後にですね、
東京新聞のこちら特報部がもうガンガンと反原発やったんですよね、まあ、それは皆さんご承知の通りです、ね、このこちら特報部がもう反原発でもう、先頭に立ってますね、やり続けた。でその時に朝日新聞はまたですね、意識が薄いというかですね、安穏としていたんです。で何がきっかけになったかっていうと、例のですね2012年の7月16日 の、 あの17万人集会ですよ。17万人集会で東京新聞はこういう一面です、これね。で一面だけじゃなくてですね、中の方の面でも東京新聞はもう大報道しました、大報道しましたね。まあ、皆さんも行かれたと思うんですけれども、でその時にですね、朝日新聞ってこれだけですからね、こんなちっちゃな記事だったんですよ。でその時朝日新聞の一面がですね、うなぎがどうしたこうしたっていう一面の記事が、それで怒りました。もちろん僕も怒りました。もうみんな怒りました。で鎌田聡さんがガンガン怒って僕の携帯に電話かかってですね北村さん今日の朝見たって言うから、見ましたと、とんでもないよねって言うから、全くとんでもないと。それで今みんなで朝日新聞にね文句の電話をかけてんだけど繋がらない何人もかかけてるから繋がらない。まあそういうようなことがあったんですよ。それでそれはその後に朝日のこれはある朝日の人から聞いたんですけれども、さすがにね朝日新聞はこれはまずいと、まあ、気づくの遅いんだけど、ね、これはまずい。でそこからちゃんと社会部の中にそういうチームも作って、それで反原発でいきますというトーン、まあ、社説もね書いて、そちらにこう少しずつ使命を切り替えていったんですね。で、その後に首相官邸前、7月29日の、2012年の7月29日の国会 大法院の時は朝日新聞がですねこういうふうにしてですね、その時は一面の頭でちゃんとヘリも飛ばしてですね紙面を作ったんですね。これまずいと思ったから、そういうふうに朝日が切り替えていったんですよ。ね、朝日新聞部数が落ちたんですよ。7万数千部って言われてますけどね、落ちたんです部数がね。東京新聞部数が増えたんですよ、うん、とやっぱり新聞もこれ、企業ですからね、片っぽは部数が増えて片っぽが部数が落ちた、これまずいねと。でどう考えたと、原発の対応の紙面が影響したわけですよ、それはね。どう考えてもね。で朝日新聞はちょっとまあ心を入れ替えたと、ね、その後はとにかく反原発で行こうということに何で、もう一つのきっかけはですね、これ最近あったんですけれども、新聞協会賞っていうのはですね、で新聞協会賞というのはまあその年で一番ね、いい良かった記事に賞を与えましょうってことなんですけれども、2013年度の新聞協会賞にですね、朝日新聞の手抜き女性が選ばれたんですよ。手抜き女性、朝日がずっとキャンペーンやってましたよね。手抜き女性一連のスクープっていうのは新聞協会賞になったんですね。でこのことはですね、もうまたですね、すっごく実は大きな意味ですよ。つまり反原発といえば東京新聞ってもう定番になったわけですね。ところが朝日はもう何とかしなきゃいけない、もちろんプロメテウスの人がいい企画もあったんだけれども、もう全体としてはとにかく東京新聞にやられちゃってた。で手抜き除染でしかし新聞協会賞を取った。そうすると朝日はですねますます反原発に行くしかないんです、これ。そういうことで、もう賞を取っちゃったんですからね。まあ、この賞を取った一番頑張った記者は奥さんという女性記者で、彼女は北海道からかな、同心から朝日に行った人かな、非常に優秀な、ね、女性記者が、まあ、中心になってやったんですけど、まあ、それはともかくしてもその協会賞を取ったということでですね、朝日は一層これは反原発、脱原発の紙面を作らざるを得なくなっています。そして毎日新聞というのは僕も
自分がいたところでよくわかるんですけれども、朝日が行ったらもうそれを、朝日に追いつけ追い越そうってことになるんですね。どうしても毎日はそうなります。ですから東京新聞が、東京新聞がガンと言ってもそこに追いつく方法そうとは思わないんだけど、朝日が行ったらそこにやっぱり追いつくわけになるんで、したがって朝日も毎日も東京もですね、原発に関してはですよ、そこで、冒頭お話したように足並み揃えてやっていくということになるので、それは大きいなと僕は思っているというわけです。で、新聞というのはですね、なんだかんだ言ってもですね、まあ企業ってこと、企業ですから、まあ、経営をなんとかしなきゃ、武装を増やさなきゃいけないことになるとですね、ポピュリズムになるんですよね、やっぱりね。新聞自体がね、読者ニーズっていう名前のポピュリズムになるわけですよ。で、それいいとは僕は思いません、もちろんね、いいとは思いませんけれども、現実はそういうふうになると。と、例えばね、特定秘密保護法っていうのはですね、新聞、マスメディア的に言うとですね、これ地味なテーマなんですよ、実は、ね、地味なテーマになっちゃうんですよ。どうしてかというと、命にもお金にも絡みませんから、健康にも絡みませんから、健康や命や金に絡まないネタはですね、あんまり読者受けが良くないなというふうな、そういう感覚があるんですよね。決していいことではもちろんありません。だから特定秘密保護法、まあ最後は新聞もなんとか頑張りましたけど、それじゃあ読者は増えないだろうなと思ってますよ。でも原発は命と金に絡みますからね、こちらの方はそのポピュリズム的に言っての反原発脱原発で進んでいくことが部数につながるなっていう認識を持ちますんでね。その点においてもですね、メディアが特にその朝日とか毎日がですね、原発の使命によって安倍政権を追い詰めるという可能性がですね、あるということで、あります。で、特定秘密保護法反対とちょっと似てるなって書いたんですけれども、あのキャンペーンもですね、まあさっきも言いましたけど、僕からすればというか皆さんも同じ考えだと思うんですけれども、キャンペーン貼るのが遅すぎるよっていうのがありますよね。もう決定的に遅いですよこれ。で、毎日新聞もですね、大君だとか青島君だとかですね、非常に、真っ当な良心的な記者がいて、彼らは随分早い段階から実は何度も書いてるんですよね。書いてるんですけど目立たないんですよ、メディア欄とかにこうあるから。徹底的にこんな法律潰そうと思ったら、法案潰そうと思ったら、もう一面社会面を使ってどんどんやらなきゃダメなんですよこれね。そういう点で大変遅かった、大変遅かった。だから新聞協会ももう全然ダメ、もう見解とか声明とか1、2回出したけれども、もう腰砕けの内容でね。で、なんでそうなるかというと、読売新聞が特定秘密保護絶対反対、やりませんでしたからね。で、渡辺恒雄さんというのは新聞協会の中で非常に大きな力を持ってますから、だから新聞協会自体もそういう風にならなかった。で、朝日も毎日もですね、遅れた。東京新聞は相当早い段階からやってましたね、いろんな段階ですね。ただ後半になってきて、まあさすがにですね、その市民、我々の側とか市民の側の運動が盛り上がってきて、ああここにこの運動を無視したら、自分たちのそれこそ部数にも跳ね返ってくるとか、いろいろ考えていたこともあってですね、まあ、それに乗ってきましたと。新聞が乗った段階でやっぱり社会の全体のですね、この法案に対する雰囲気って変わりましたよ、間違いなく変わりました。それは相乗効果なんですよ。新聞が書く、そうするとテレビもまあやる、そうすると我々の運動もそれに、乗って高まる、そして高まったものをまた新聞が書いていくっていうね、そういう流れに後の方にはなりましたね、後の方にね。
まあ、結果的にはこれできてしまいましたけど、まあ、今日はとっても総合の話じゃないけれども、僕はあの最終的な運動の成果というのは非常に大きいと思ってます。前にあのハボ法の時に奥平先生がおっしゃってました。ハボ法を作られてしまったけれども、その時に大反対があって、だからハボ法の団体規制をもう適用できなくなったと。国はですね、その反対運動があった。だからこういう特定秘密保護のようなものも、仮にその 法律ができてしまうにしてもね、そこでの反対が運動がどれだけ大きいかというのはもう、すごく大きな力で意味を持つんだということをおっしゃってましたけれども、その点ではですね、かなりそれは追い詰めたと思いますよ。まあもちろん宣言解除命令が一番いいんだけども、そう簡単にですね、この法律は施行は1年以内にするかもしれないけど、適用するってことはできないまで来たと僕は思ってますね。でその力の一つはやっぱり 最終版で新聞がガンガン書いてくると思うんですよ。これ原発のですね、原発についてもかそれに似たような動きをですね、起こさせることが可能だと思ってですね、これ再稼働とか、まあ、言い始めるでしょう。まあこの間本当にめちゃくちゃなことをたくさん出してますね。でどう見たってめちゃくちゃですから、でそれをですね、新聞はですね、批判せざるを得なくなりますよね。これまでの流れから言ってね。でそれが何かのきっかけですよね。まあそれは小泉さんの発言が一つのきっかけだったんだけども、ね、ここから先また何かしら絶対出てくるんですから、その時にその朝日毎日東京がですね、一斉にわっとキャンペーンを始めて、そして我々の下がるの運動が起きてくればですね、特定秘密保護法の最後の段階に似たような流れを作り出すことができるんじゃないかなと僕は思っています。で運動的にも官邸前も、まあ、こちらで半減罰でこちらで特定秘密保護みたいな感じがあったりとか、でも この間も先週も行った時もそうでしたけども、その半原発の中で特定秘密保護法のプラカードを持っている人もいるとですね、まあ じわじわとそういうことになってますね。まあ、今までは、金曜日、官邸前の金曜日は、まあ、とにかく半原発一本で行こうということで来て、それはそれで正しいと思うんですけども、そこにやっぱりその安倍政権自体がダメでしょうというものがなんとなくですよ、まだなんとなくなんですけれども、こう絡まり合ってきてるような状況にもなってきてますから、そういうことも含めてですね、来年はいけるんじゃないかと僕は思っています。で、ちょっとその次にですね、まあ、あんまりいろいろ喋ってて時間がなくなっちゃうんで、小泉発言のことを少しお話しようと思うんですが、その前に1個だけ、ちょっとこれ忘れてたな。朝日新聞はね、心を入れ替えたなと思ったらそうでもないと思ったんだけどね。こんな、これ去年2012年の3月6日なんですけどね、こういう広告をまあ出しちゃうわけですよ、朝日もね。あれです、放射性廃棄物の処理の問題ですよ。で、まあこれは皆さんの共通のお考えだと思いますけれども、放射性廃棄物のついたガルギなんかをね、全国にばらまいて処理なんていうのはもう愚の骨頂ですよね。一箇所にまとめてやらなきゃいけないに決まってるわけですから。で、まあ、こういうカラーの、これグロス、通常の値段でいうと全面カラーで見開きですから5000万円ですよ。で、新聞は今広告入りませんからどんどんダンピングしてますけれども、こういう政府広告っていうのはダンピングなしですから、基本だから5000万ですよね。東京新聞でさえ実はですね、去年の3月30日にこういう広告載っちゃってるんですよ、瓦礫について、瓦礫処理についてね。だからまあ、なかなかその辺は、難しいところですね、その政府広報の取り上げ、これと特報部の人とちょっと話をしたり、やっぱり瓦礫処理については、特報部の書いてることと会社側の方針とかね、違ってるっていうことはちょっと言ってましたよね。さっきそれちょっと言い忘れた。はい、じゃあ小泉発言のことになりますが、これ小泉さんの発言がこう話題に、なったのは、毎日新聞のですね、山田隆夫という
政治部出身の、編集員がコラムで書いたんですね。でそれがきっかけとなって、騒ぎが広がったということがあって、で山田孝夫はあの文明春秋にもその話を書きました。今度毎日新聞から本も出しました。まだ読んでませんけどね。でそれがきっかけになったんですけれども、フィンランドのオンカロにですね、前行きましたと。で、小泉さんは総理大臣を辞めた後ですね、なんだっけ、国際公共政策研究センターってところの顧問をやってるんですよ。で、この国際公共政策研究センターの会長は奥田博。で理事長が田中直樹ですね。田中直樹って、まあ、あの牧子さんのあっちじゃない、あの学者の方の田中直樹で、今回そのオンカルに行く話はこの田中直樹そのセンターの理事長の声かけ で小泉さんと、三菱東芝日立が行ったわけですね。それで、まあ、いろんな説があります。これあの噂も含めてですね、もう飛び交ってますね。週刊誌なんかも好き勝手なこといろいろ書いてますよね。本当のところは何かっていうのは正直わかりません。わかりません。ただ永田町って面白いところでですね、あのわけのわからない噂がたくさん出るんですけれども、その噂をバカにしちゃいけないんですね。永田町取材って何らかの意図を持って出てくる噂とかですね、これは全く非がないわけじゃないとかですね、そういう噂が飛び交うものですから、その噂の中から何か真実が見えてくるっていうのが常にこの永田町っていうのはあるものです。だからこのいろんな噂があってですね、飛び交っていて、僕もまあそれをそれぞれウォッチしたり、新聞社の政治部の記者に確認したりなんかしてきました。と当面の僕の結論なんですよね。それらから考える結論なんですけれども、まあ、一番ありなのは直感かなと。小泉さんというのは勘の政治家ですからね。物事を理路整然に考える政治家じゃないんですから、パッと思いつく。でもこういう能力は確かにありますよ。もう随分前になるんですけれどもね、まあ、総理大臣になるうんと前なんですけども、たまたま小泉さんと加藤浩一さんと同じ時期に 2,3 日間を置いて話をしたことがあるんですよ。これはたまたまなんですよね。ただ加藤浩一さんって人はですね、まあ、実に頭の回転早いですよ。もう話しててすぐ分かりますよ。本当に頭の回転早い、すごいなと思って。で小泉さんは全然違うわけですよね、加藤浩一さん。ただその直感力はなるほどこの人あるなと思いました。話してで、あの人の直感力でもうこれからは脱原発だと直感したんだと思いますね。これはほぼ間違いないと思います。で問題はね、彼がそういう直感をしたでああいう発言になったのか、彼のその直感を利用した人間がいるのかどうかなんですよ。ポイントはここだと思いますね。で僕は利用した人がいるんではないかというふうに思っています。なぜならばあの後に、まあ、いろんなあの報道を読んでいただくと分かりますけれども、その原発推進財界の中の原発推進の人たちが、いや小泉さんに原発推進になっていただこうと思って一緒に行きましたとかね、そういう発言が載ってました、新聞とかね。ありえないじゃないですか。それオンカルに行ってですよ。どうして原発推進になりますか、これ。だからそれあからさまの嘘だっていう分かることを喋ってるっていうのは変なんですよ、まずね。まず変ですよ、それ。それからこれはどっかの週刊誌に書いてあったあれかな、もう どこでネタを収集したのか分からなくなってきちゃったんですけれども、こういう話を書いてるところもありました。そのセンターの会長は奥田博士と、じゃあトヨタが今何を考えてるかっていう、そういう発想で物を見る必要があるんじゃないかって書いてる記事がどっかにありましてね、それはなるほどと思う点があるんですよ。
まあ、トヨタっていうのはこれから水素自動車をやろうとしてるんですよね。水素自動車をやろうとしてる。日産は電気自動車ですよね。したらトヨタは脱原発、反原発に行くだろうと、そういう見方が、財界の中ではあると。だから小泉さんに行かせたんだろうと。そして10万年もとか見て、やっぱりこれがね、あの核のゴミはどうしようもないねっつって、そういうところを見せて、ああもうこれが脱原発、その直感を、でそうなるだろうから、あえてそうしたんだっていう説があって、これはなかなかね、説得力があるというか、ああそういう面もあるだろう。もう一つはというか、僕自身は、そっちではないのかなと思っているんですけれども、廃炉事業だと思いますよ。やっぱりポイントはね、原発がこのままですよ、何十年もですね、世界中でですね推進されるなんてことをですね、まともに考えているですね財界人とか官僚とかはいないと思いますよ。国会議員も含めてありえないことだって。そのね、アメリカはもう太陽エネルギーでやろうと思ってますし、で日本でも大規模な蓄電池を作ろうという、それから水素、そちらに行ってます。から日米関係の中ではもうシェールガスをどうするかって話になってくる。そういうようなことも全部ひっくるめて考えたらね、こんな原発なんかですね、続けてやっていきましょうなんていうことをですね、経済的な利益を考えてもありえないですよね。ありえないです。じゃあ何が起きるか、そのことの一つ の証拠をお話しするとですね、僕はサンデー毎日の編集長をしていた時にですね、東京電力のですね、裏広報とよく飲んだり意見交換をしてたんですよ。裏広報というのは、表の広報は表の広報としてあるんですけれども、東京電力の裏広報は何やってるかというと、僕のような要するに反原発のジャーナリストとかですね、それから総会屋とかね、総会と同じなんです僕ね東電から見ればそういう連中とこの情報交換をするっていう候補だったんですよ。今あるかどうか分かりませんけどね、もう 3.11 以降は。でそことこう定期的にまあいろんな話をしてですね、でまあ結構個人的にも親しくなった人もいて、で田村さんこれだけはね、とにかくもう絶対に記事にしないでくれと、字にしないでくれっていう話があって、それは分かったと。で辞任しないからどういう話よって聞いたら、チェルノブイリの後に、あでも今こう喋っちゃってるのもういいなと思って、3.11 あってね、今更も時効だから喋っちゃうんだけども、さあ 3.1 あじゃないチェルノブイリの後に、電磁連が視察に行ったんですよね。でその時にの視察のリーダーは那須翔ですね、有名な昔のね、東京電力の会長で、電磁連の会長で、電力業界のもう大ボスですよね。この那須翔さんって人がそのリーダーで行ったと。それで帰ってきて、その那須さんが東京電力の幹部の中でもう原発はダメだって言ったと。こんなものね、やってね、一回事故が起きたらもう企業が終わりだと。それでこれからは東電と東京ガスとで手を結んで、LNG で行こうと、そういうことを那須さんが喋った。これだけはもう絶対サンデーで書かなくてって言うから守ってました。それ書きませんでした、書きませんでしたけれども、そういう話を2000年の時ですよね、それね、もう聞いて、あなるほどそうだろうなと思いましたよ。だってチェルノブイリのような事故が起きたら東京電力が終わりだった、実際は終わりに なるわけですけどね、それはまっとうな経営者だったらそう考えるのが普通なんですよ。じゃあなぜね、なぜにもかかわらず東京電力がですね、原発になったかって問題なんですけれども、これは理由はそんなに複雑じゃないですよね。だって国策だからです、これね、国策なんですか。一つの企業が自分のところでね、もう原発やばいからやめたいっつって、ああやめられますって話じゃないんですよ、国策なんですよね。で元を正せば、田中角栄さんが首相の時にですね、ロッキード事件の発端になった
ハワイで、日米首脳会談があって、戦闘機を買ってくれ、飛行機を買ってくれ、そしてもう一つは濃縮ウランを買ってくれって話になって、でちょっと単位を忘れちゃったけれども、日本の、 あの原発でその当時まだ何機しかないような時には使えないだけ の、 あのウランを買う約束をしちゃったわけですよね。でそれを買っちゃうわけですよ。 その時あの日米の貿易摩擦があってのことですから、その貿易摩擦をなんとか解消するためにアメリカから買い物をしなきゃいけないと。で飛行機とそのウランを買ったんですね。買いすぎぐらいウランを買っちゃった。そしたらそのウランは、電力会社に原発を作らせて使うしかないわけですよね。だからどんどん作れと。で電力会社そんな原発なんかあんなにどんどん作れたってそんな簡単にいきませんよ。そしたらじゃあっていうんでいろんなあの補助、財政的にお金がですね、国費が電力会社に入っていくような、あるいは地方自治体に入っていくようなシステムをその時作ったんですね。だから電力会社からしてみればね、もともとそういうことで始まったことでしょうと。その国策なんで、まさに国策なわけで、だそれをやめたいと言っても自分たちでは簡単にやめられない。それでこの事故が起きましたねと。だから東京電力ってのは本当に許せない会社で、それは間違いない、間違いないんだけれども、ちょっとだけね、彼らにも言い分があるとすればそこなわけですよ。自分たちやめたかったのにさ、あんなら国策でね、無理やりやらされててね、で今さらね、私たちだけを悪者にしないでっていう、ね、そういうことがあるから、ああいうですね、とんでもない不審な態度に出たりするんですよね。でそういうのが本音にありますねと。からもう財界もですね、これから先未来営業原発でやっていきましょうなんてことは思っていませんと。じゃあ何を考えるかっていうと2つですよね。1つは今ある諸々の技術とかですね、そういうものを無駄にしたくないと。だから海外に売りましょうと。これが丸1ですよね。で丸2は廃炉ですよね。で廃炉ビジネスっていうのはこれから大変なお金になる。そしてお金になって、なおかつその廃炉をできるのはですね、原発を作ってる連中しかできないんですよ、事実上。ただ日立とか三菱とかですね、東芝が廃炉をやるしかないですよね。廃炉事業をやるしかないですよね。でこれは毎日新聞の記事に載ってましたけれども、イギリスのトロースフィニングという発電所が、廃炉を今進めているわけですけれども、1993年から作業を開始してですね、今20年経ったと。で、これ 23.5 万キロワットですから、まあちっぽけな、原発ですよね。で、これまでにざっと900億円ぐらいかかっちゃいましたね。今900億円かかっちゃいました。完全に廃炉にするのにあと70年です。あと70年ですよ。今900億ですよ。これ70年、一体何歩かかるんですか、これ。というような天文学的なですね、数字になって、しかもこの今900億っていうのも、もともとは450億かかるって言われてたんですね。それが7年間の間にですね、どんどんそれが実はやってったら増えちゃって900億。しかもこれから70年ですよね。それは東海の廃炉を今850億だかな、880億だかな、なんての見込んだ数字が出てますね。23年間でそれがかかる。これだって全くの机上の数字ですからね、いくらかかるか分かりませんもんね。でそういうことを考えると一気一兆円じゃないかっていうふうによく言われてるね。実はその何十年かったら少なくとも一気一兆円かかるんじゃないか。そして今54期、まあ4期廃炉、昨日が廃炉になってみた48期、でもまあ廃炉は50、まともとなるわけだね。そうするとですね、何十兆円っていう世界ですね、これね。もし一気に1兆円かかるとすればですよ。今だって1000億ぐらいかかるんじゃないかって言われてるのが、何十年もやったらそれは超の単位になるでしょうと。そうすると、それが50兆からのビジネスになりますよと。じゃあこれは誰がやるんですかって言ったら、電力会社プラス三菱、東芝、日立というところがそれに関わってくるわけです。これ大ビジネスですよね、これ。大変なビジネスよ、これ。これはそうすると、どういうことをその連中考えてるかって言ったらですね、まあ、どっかでは
原発は全て入るということになると新増設はないと、そうするしかないこんな危険なですね、橋を渡りたくないと。そしてからうまいことどこかでそういう方向に持っていって、しかしそれまでにはそれまでその間にはいろいろも輸出もしちゃって、それで結果じゃあこれからは廃炉ですねってことになったら、その廃炉ビジネスに金を儲けましょう、そういう話ですよね。でそう考えたら、小泉さんがあの時点で三菱とか日立とか東芝とかフィンランドに行ってですね、でこれはもうダメなんじゃないっていうタイミングっていうのはですね、すごくいいタイミングなんですよ。何がすごくいいタイミングかっていうと、廃炉にかかる、東京電力が2000何百億かかるって言った。でそれを経産省がですね、まあ、分割でいいよっていう制度にしましたね、10月に。これ何を意味するかといえば、これ読売新聞のですね、今年の9月の20日の、これ社説なんですけれども、原発汚染水対策のことを書いてるんだけど、政府は廃炉まで積極関与せよっていう社説書いてるんですよね。で読売新聞はさっきもお話したように、読売新聞を読んでると安倍政権が何を考えてるかっていうのは、まあ、結構わかりますから、政府は廃炉まで積極関与せよと、そして廃炉の費用を分割でもいいよと、こういうワンステップツーステップを踏んでいって、最終的に何を求めているかといえば、電力会社ですね、廃炉費用は税金でやるって話ですよ。もう確実にその方向に持っていこうとしてますよね。だから廃炉費用がもし国費でっていうことになればですね、我々の税金でその廃炉をしますと、そうすると電力会社はそのお荷物がなくなりますよね。いつでも廃炉できますよ。だってそこから先かかるのはもうみんな税金でやってくれるっていうのがいいんだ。イギリスはどういうふうにしてるかというと、旧型の原発、古い原発はですね、政府が保有して、そして廃炉作業するというふうにイギリスはもうなってしまっていますから、これ29基、その旧型の原発があって、その、予算が8兆8500億円なんですよ、イギリスでね。だ日本の場合もっとそれは増えるでしょうと。でそれが我々の税金なんですね。そういうふうなことをこう目論んでいる中でですね、目論んでいる中で、小泉発言ということをこう見た方が僕はいいのではないかなと思っている。ただそのことっていうのはですね、これ裏を返せばですよ、裏を返せば、脱原発、原発、全ての原発廃炉っていう路線には実は生かすことは十分可能だっていうことなんですよね。可能だってことなんですよ。もともとだってそういうふうにしたいなって人たちがいるというか、財界の中でも電力会社の中でもそういうふうなことを考えているわけですから、そこに持っていくのはですね、実はそんなに難しいことではないじゃないかなと僕は思ってるんですね。ただしその時に、じゃ あの全部はやめるからね、でその費用は税金でやらせてねと、それからその間電気代は高くなるから、それ、皆さん負担してねっていうふうにやってくるでしょうからね。それをやらせないってことはもちろん重要ですよ。重要なんですけれども、そういう道筋になっていくんじゃないかと、そうした流れの中でこのね、小泉発言というのは僕は見た方がいいなと思っているわけです。それで、安倍政権のことにもう一回戻りますけれども、そのようなですね、実は財界の思惑とかですね、電力会社の思惑とかですね、いうことを僕は安倍さんっていう人はあんまり分かってないんじゃないかなって気がするんですよ。どうもそういう気がしてならないんですね。その辺が見えてないんじゃないのか。だから電力会社にしても財界にしても、それは本音と建前もいろいろもちろんあって、最終的には自分たちの利益を考えてるわけですよね。自分たちの利益基準、あの人たちは私たちの命なんてことは何も考えてませんからね、まあ、何もったらご縁があるんで、ほとんどは自分たちの利潤利益を考えてないわけだから、そうするとそういう中での建前と本音があって、そこの、安倍さんが十分理解できてないんじゃないかなって僕は気がしてならないんですよ。ということは、
森永卓郎が言ってるように、やっぱりその原発について、あの人はそれがアキレス腱なんだね。国家主義的なですね、その憲法を変えようとかですね、道徳を強化にしようとかね、あのそういうようなことについては必死だから、あのシスコは。でもその原発、これが経済的にどうなのか、そして電力会社が何を考えているのかというところは把握できてないんじゃないかなと思うんですね。となるとですね、もしそうだとすればどういうことになるかというと、ゆくゆくその財界はですね、この首相は困るなってことになります。タイミングよくね、あの脱原発に行って、そして負担は自分たちが被らないようにしたいというふうに思っている。でもこの安倍さんはそれが分からないから、どこまでも再稼働とかで行っちゃうんじゃないかっていうね、そういうことになるんではないのか。普通はそしてそういうそのような状況になるとですね、官僚がですね、いや総理大臣ね、実はこうなんですよって言って、この耳打ちをしてですね、分かってもらおうとするものなんですけれども、安倍さんはどうかな、そうなってないんじゃないかなっていう、ことを感じるんです。それはこれは原発とは関係のない話なんですけれども、うまいアメリカのですね、ケリーとヘーゲルという国務省と国防省が日本に来ました。でその時に一番最初に行ったのが千鳥ヶ淵防衛ですね。で千鳥ヶ淵防衛に最初に行ったっていうことはですね、もう痛烈な批判なわけですよね。それは靖国に行くとか何とかかんとか言って、お前いい加減にしろよなと、それでは日中日韓どうすんだよっていう話で、もう大変な批判ですよね。そしてその前段で安倍さんがアメリカに行った時にですね、アーリントン墓地と靖国神社は同じようなものって発言しちゃったんですよ。でこのことはアメリカで大批判になるわけですね。大批判になるわけですよ。アーリントン墓地っていうのはそんなせせこましいことで作られた墓地じゃないんだっていうことで、で その時に、何を僕は考えたかというとですね、こういうことなんですよ。日本の総理大臣がアメリカに行って何か発言をするときには、これこういうことだけは絶対言っちゃいけませんとか、こういうことは喋ってくださいということは、あの振り付けをするわけですね、官僚でね。それは間違いなくしますよ。振り付けしてない証拠だと僕は思います。振り付けをしない、総理大臣に官僚が振り付けをしないってことはですね、この総理大臣長くやらなくていいですよ。そうじゃなければこの総理大臣にずっとやってもらおうと思えばですね、確実にそれを振り付けしますよ。これしてないと思われる。もしあの分かっててできてなかったりしたら、それはもう官僚がちょっとどうかしてるんだけど、そうではないような気がしますね。でその背景にあるのは、アメリカがですね、やっぱり安倍さんに対してもう大変もうすごく批判的なことですよ、ね、一貫して批判的ですからね。そうすると外務省にしても防衛省にしてもですね、この安倍さんはいつまでも総理大臣にしてたらアメリカとの関係が悪くなると思いますから、それで振り付けをしてないんじゃないかなっていう疑いがありますね。かなり濃厚にあります。これはそれは鳩山さんの時はそうでしたよね。鳩山さんの時もこれはその辺野古の問題とかでついついいろいろ口が滑っちゃったりするので、あれ官僚がきちんと振り付けしてないからで、同じようなことが起きてるんじゃないかと。で原発の話に戻るとですね、だから安倍さんはその辺の財界の故郷だとか何だとかがこう見えないと、このまんまずっと再稼働とか突っ走る可能性ありますね。で突っ走ったら突っ込みますよ。今僕の見立てが、今日話したような見立てが正しければそれは突っ込みます。そしてちょっと突っ込みた時に新聞がガンガン行きますから、原発については。そうすると安倍政権はその時点で新聞にしてもですよ、だから原発で安倍政権の首を取るというのが一番やりやすいんですよ。ただしですね、これ安倍さんなんとどうかじゃないですかね。今公開言われているのはですね、石破さんなんですよ。どうしましょうね。安倍さんが降りたから良かった目じゃないんですよ。だからそういう意味では やっぱり我々はきちんと政権自体、あの自公政権自体をやっぱり潰さないといけないね。だから何かのきっかけで、その原発のことで滑って、そしてそれを新聞
いうメディアは我々の運動で叩いて、そこで風穴を開けて、安倍さんが倒れる、そこまではいいにしても、その後に石破さんじゃね、どうしようもない、ある自公政権そのものを倒すということにこうつなげていかなくてはいけないんですね。まあ、あとちょっとの時間は、せっかく今日雨の中皆さんにお入りいただいてるんですけど、都知事選の話をちょっとだけしておきましょうかと思いますが、分からないことがこれまでたくさんあるんですよね。それこそ一部には、いや猪瀬さんはなんだかんだ言っても脱原発派だから潰されてるんじゃないかという声もありますけれども、一部にはね、まあそれは間接的にはあるかもしれないけど、あまり直接的な原因ではないなと思いますけれども、まだ分からないということがたくさんあります。本当にたくさんあります。あれは特集会の農祖っていう理事長が追い出されて、それで頭にきてその情報を全部知見に持ち込んだっていうことから始まるんですけれども、その農祖さんを知見が逮捕するんですよね。これ自体がまたおかしいんじゃおかしいんですよ。だって情報を全部持ってきてくれた人を逮捕しちゃうんですよね。それでその情報の中からなぜか猪瀬さんのことだけをリークしたんですよね、知見が。この理由がいまいちわからない。特集会から一番金をもらっていたのは石原慎太郎さんじゃないかってことをずっと言われてるわけですよね。事実関係は分かりませんが、その話はずっと都議会の中に出てる。でもその猪瀬さんがある種そのターゲットにされてですね、そして結果的にこう辞める、この理由が今一つ分かりません。そうすると猪瀬、自民党都連はですね、最初猪瀬辞任まで追い込むのはやめようということになったんですけれども、突然ここに来てですね、客乗員会作ってみようって言ってもう辞めさせる方に行った、行ったんだけれども、まだ自民党の候補者が確定するまでは引き延ばしたいなということで年は越すだろうと言われていた。それがなぜか安倍さんと石原慎太郎さんが密談して、そして急に辞めることになった。この辺の裏も今のところ全く分かりません。全く分かりません。それこそいろんな噂が出ていますけどね。何か大きな取引がどっかで誰かと誰かの取引が行われているんでしょう。でまあとにかく、選挙になっちゃいますよねと。そうすると都知事選の場合には辞職してから50日間以内に選挙しなきゃいけませんので、運動期間が17日間ですから、実質33日後には告示になっちゃうんですよね。それで、前回宇都宮さんを擁立したグループで、というか僕もちょっと加わってるんですけれども、もうこの問題が起きた時に選挙になるかもしれないから準備をしとこうということで集まって、で宇都宮さんを含めて、まあ、何人か候補者こういう人たちがいいんじゃないか、候補者を決めてですね、で本格的に、まあ、その人たちにお願いをしようと思っていた矢先に昨日帰ってきたので、ちょっとこの思惑がずれちゃってって言いますかね、もう少し年をまたぐと思ってたので時間的余裕があると思ったんだけども、こうなるとですね、ちょっと我々の力量からでは言うと33日後の告示に間に合わせるように人を立てるっていうのは至難の業ですね。体制もないしお金もないし何もないしというので、でまあどうしようかなと。でこの人にしたいっていう人がいて、来週その、まあ、我々の仲間内でお願いに行くんですけれども、ちょっと厳しい状況かなっていう、ことになってますね。まあいずれにしても何人か我々が名前を挙げている人たちは全て反原発と反秘密法ということで行こうと。まあオリンピックは反オリンピックで行きたいんだけども、オリンピック絶対反対でやるとなかなか票が取りにくいので、その辺はあんまり触れずに、反原発と反秘密法で行こうと。でそういう候補者を何人か、この人たちにお願いしようと。こういう状況なんですね。うちらと違うところでは、田中康夫さんを出そうということで、まあ、あるそうです。
うちらの校舎名前を言わないのはずるいんだけど、ずるいんだけど、田中さんは、そうか。じゃあ自民党はどうかというですね、自民党は最初は石原慎太郎、ロブテルの名前が上がってました、ね、自民党はトレンの会長なんでね、ロブテルで。僕はその話を聞いたときに、いいぞいいぞと思いました、ロブテルなら勝てるなと思って。だって石原伸晃さんも特集会との間ではいろいろ言われてますからね、まあ、証拠がないことは僕はこの人はこうだって、言わない、もちろんジャーナリストとしてはそういうことは言えませんけど、まあ、噂としてはあるんで、選挙になればそういうことが持ち出されてくるし、まあ伸晃さんならうちらの候補者の方が強いだろうなと思っていたんですが、その線はなくなって女性候補ということに自民党の方がなり、今名前が上がっているのはですね、最初に名前が上がったのは小池百合子さん、片山さつきさんでした。片山さつきさんならこっちも勝てるかなと思って小池百合子さんでも勝てるんじゃないかなと思ったので、その後本命として上がっているのが橋本聖子さんなんですね。でなんで橋本聖子さんかといえば、理由は簡単なんですよね。オリンピックですよ。オリンピックですよ。もうこれでオリンピックがね、まあ、猪瀬さんがこんなことになってあれだからってんで、橋本さんが橋本聖子さんでオリンピック成功のためにっていうのが、まあですね、じゃあこっちは谷陽子かっていう冗談でも出ていますけれども、自民党は今そういうふうな動きになっていますと。で、まあ、最終的に誰が出てくるかは分かりません。東国原さんはお金がないからどうもやらないということのようで、増添さんはやる気満々というところですね。それから意外なところではね、財界筋では前の中国大使の岩さんという名前が上がっていると、それから安藤優子さんの名前が上がっているということですね。まあその辺がみんなが出てくるようだと、まあ大乱立大乱立になればちょっと時間はないけれども、うちらが立てようとしている候補者がいける可能性も、まあ、出てくるかなと。正直ね、これね、橋本聖子さんとか出てくると非常にやりづらいですよ、ね、やりづらいです。なぜならば自公民で言っちゃうんですよ。自公民で言っちゃうんですよ。自民党はね、すでに民主党に声をかけてるんですよ、一緒にやろうと。だからすると橋本聖子さんだと自公民で言っちゃう可能性がある、ね、これやりづらいですよね。やりづらいです。公明党には寝てほしいんですよ。寝てほしいというのは自主投票にしてほしいんですよね、うん、そうじゃないとなかなかうちらから誰を出すにしてもね、それはこう勝つというのはこう難しくなってくるので、共産党は独自候補ということのようですけどね、まあ、田中康夫さんに乗るんじゃないかなって話もちらちら出てますけども、まあ、独自候補といった流れに今なっていて、まあ、この何日間かでですね、いろんなところで動きが出てくるでしょう。でうちらの方は、ね、来週を経ないと、ちょっと正式に誰をどうかということを言えないんですけどね、まあ、前回宇都宮さんを擁立して、まあ、今回宇都宮さんでというもちろん考え方もあるんですけれども、まあ、他の人という意見もあってですね、その辺で、それで絶対勝てる候補は池上彰だろうってこういろんな人が言ってうん、まあね、確かに、うん、僕は直接実は池上さん知らないのでね、で、ある人を介して僕がよく知ってる人が池上さんとお友達になるんで、前回の選挙の時も実は聞いてもらったんですよ、うん、断固出ないという、まあ、今回はそれはないでしょうということですね。でもこの都知事選はね、本当は絶対勝ちたかったんですよね、うん、勝ちたかったって過去形みたいなまずいんだけどね、勝ちたいんですよ。なぜならばいつもそうですよね、都知事選というのは国政選挙になるんですよ、ね、今度の都知事選は絶対国政選挙になりますよね。それは秘密方法がある、だから集団的自衛権の会社会見もある、で原発災害とかあるという、すべて国政が絡んできて、その辺をこう公約としてですね打ち出す選挙になる、ね、
何としても、まあ、いい交渉をして勝ちたいなと思うんですけれども、まあ、状況的にはそういうことになります。とりあえずここでお願いします。はい、休憩時間を終わりまして、それでは再開させていただきます。はい、質問票をですね出していただきましてありがとうございます。見ていただいてたようなので、よろしければお願いいたします。ちょっと座らせてやらせていただきますね。まあ、いくつかたくさんいただいてますので、全部十分にお答えできるようになります。まず一つはですね、就活アーモンドで東電確認スキルの特集で、後始末に54兆円もかかるという試算が示されている。この辺も財界や電力会社の意向を反映させた記事なのかどうかということですが、この記事そのものがどこまでそういう意向を反映しているかどうかは、分からないところもあります。分からないところというのは、その編集部の中でですね、どういうような議論があったりしたのか分かりませんので、何とも言いませんが、言えませんけれども、全体として言えることはですね、やっぱりいやこれは大変だ大変だと、廃炉もこれから除染ももうえらく金がかかって大変ですよと。そしてえらく金がかかって大変になると、電力会社は一つはその日本の経済が大変になりますねっていうグラフもかけてますけれども、もう一つは電力会社がこれで経営的にやばくなってくると、それは電気料金に反映されて皆さん大変なことになりますねというふうな脅しですよね、その市民に対するですね。それを明らかに考えてやってますよね。それで、そんな感じはなんだどうするんだということになると、じゃあそれは国が責任を持ってやりましょうという話になって、そうするとなんとなく、じゃあ国に責任を持ってやってるということになって、結局しかし税金が投入されるっていうね。でその時にちょろっとね、いや銀行にもねこのぐらいそれは借金なしにさせますよみたいなことをやって、で大半のものは税金ですよ、こういうことを目論んでると思いますね。まあ、ある種のまさにこの脅しをかけてると思うし、これからもそういうことをどんどん政府をやってるんじゃないでしょうかね。だからそれにこちら対抗して、数字の上からもきちんとしたデータを、まあ、分析する、まあ、そういう有識者学者さん方もいらっしゃるわけですから、まあ、大島さんみたいな人とかね、こう手を結んできちんとしたデータでもって反論してとね、それさせないとかいうことを、まあ、やっていかなくてはいけないですねと、まあ、当然それは我々週刊金曜日の仕事でもあります。まあ、いずれにしてもその政府はですね、そういう財界とか電力会社とかくっついて、いろんな媒体を使ってこういう脅しはかけてくるでしょうと思います。日立東芝とからウェスティングハウスとかそういう他の欧米のですね企業との関係はどうなんだろうかと、こういうことなんですけれども、今ちょっと大きな話で言うとですね、もう国民国家というものがだんだん薄らいできていて、明らかにグローバル企業とその金融資本、投資家、こういう連中が世界を牛耳っているわけですよね。で国家を利用するという形にもなっていますので、そうしたグローバル企業が、これは日本のもう欧米もですね、もう関係ないわけですよね。要するにもう国境関係ないわけですよ、ね、自分たちが儲かればいいわけですから。その意味で言うと、日本のその原発企業である東芝にしても日立にしても三菱にしてもですね、その辺のグローバル企業の大きな意味でのグローバル企業の中にこう組み込まれていますからね、組み込まれてますから、だから自分たち、東芝にしても日立にしても、その関連の欧米の、ね、原発会社だけではなくて、いろいろなそのくっついてる企業ともう何て言いますかね、一緒になってっていうか、まあ、それ一つのグローバル企業として自分たちの利益を考えよう、利潤を得ようということになっていますから、その意味ではもう完全に思惑を一致しているし、なおかつ重要なことは、
そういうあのグローバル企業の背景に金融資本とか投資家がいますから、この人たちはですね、原発の事故が起きればですね、石油が上がるとかね、で廃炉事業があの大きなビジネスになれば、あのその企業の株が上がるとかですね、そういうふうにして操作をして金儲けするわけですから、そういう意味での思惑が一致しているのかということでは、もう完全に思惑は一致しています。あの世界的なグローバル企業という、まあこれは最近、まあ、いろんな識者の方が、そういう話をしてますけれども、ただ我々こう見ているときに、今まではその国がね、国家権力が何をしているのかと、この連中何を考えているのかと、でどういう政策をしていくのかと、それが我々にとってどうなのかということを見ていけばよかったけれども、これからはそれだけではなくて、とかむしろその背景にいる金融資本なりグローバル企業なりの思惑というものを見ていかないといけないだろうな、まあ、多くの識者の方がそうおっしゃってますけど、僕もその通りだと思って、このだから原発とかこれからまあシェールガスとかね、いろいろ出てきますけれども、そういうエネルギー政策なんかを見るときには、そのグローバル企業とか金融資本がどう動いているのかという分析もまあしていかなくてはいけないんだろうなと思うんですよね。だから小泉さんがそのオンカルの時も、一部週刊誌なんかにはですね、これは物資とあの石油のメジャーがやらしてるんじゃないかというのも出ましたよね。だからそれもあながちね、そういう見立てっていうのもまあ、現実は分かりませんけれども、全否定できないのは、まあ、そういうその巨大なですね、グローバル企業がいろんなことで株を動かしたり為替を動かしたりする中に、小泉発言が組み込まれているという可能性も、まあ、確かにゼロではないのかもしれないと思いますね、まあ、ちょっとそれはちょっと、まあ、違う話になってしまいましたが、福島以外の汚染地の問題で、そういうご質問も来ます。私の住んでいる茨城県南は相当な占領であると、僕 の親戚がですね、荒川沖なんですよね。荒川沖なんていうのはかなりすごいですよね。この間の金曜日 の官邸前では、やっぱり茨城から来た人がスピーチしてましたね。自分の雨どいの下で、調べたら 2マイクロ以上だったんですね。すごい数字ですよね、これね。だから福島だけじゃないでしょ、本当に。それはもう、茨城とか栃木だとかね、千葉だとか、まあ、東京も含めてですよね。相当広範囲に汚染されていて、そのあたりの問題っていうのをですね、政府も東京電力も何しろ車掌しようとしますよね。切って捨てますよね。で、そこは、毎日とか、知り合いの記者には、言ったりしてるんですけども、そういう問題をまさにこのご指摘のようにですね、きちんとどんどん紙面展開していかなきゃダメだと。被害者はもう日本中にいるんですけどね。で、そういうことに、そういうキャンペーン的にやっていかないと、これ西の方に公園に行くとですね、やっぱりね、ずいぶん違うんですよ、正直言って。うん、関係ないんじゃないみたいな雰囲気があったりするんですよね。だからそうじゃないんだっていうことをね。少なくともその関東、東京も、まあ、たくさん被害が出てる。これは沖縄で、その、なんていうんですか、花とかなんか育てるときにこの入れる土みたいなんですか。腐葉土。そうですね。それから大量なものが見つかったとかですね。そういうことを考えたら、いくらでもその被害が広がってるわけでね。この間ね、あそこで呼ばれたんですよ。長野県の白馬でね。長野県の白馬って比較的その線量の低いところなんですね。低いところなんだけれども、まあちょっと気になって自分ちに芝生をね測ったらえらい高い線量が出たと。でびっくりして、で調べたらその芝生を宇都宮から買ってたんですね。だからそうやってもそれ被害っていうのは本当に日本だけじゃないですけど広がってる。ましてやその関東地方には大きな被害がある。そういうことをやっぱり新聞テレビですね、どんどん報じないわけですよね。どんどん報じて、自分の身に、もう残念なことなんだけれども、自分の身に降りかかってるっていうことがないとなかなか運動にならないですよね、いろんな地域でね。
からこれはもうご指摘の通り、そのことによってダメージを与えられるとも思っていますし、そういうことをぜひ働きかけなきゃいけないし、我々もあの金曜日だとよりそういう記事も作ってますけれども、これからもそれはやらなくてはいけないなと思っています。東電は国策だからと容認すべきとは思われない、その通りで。ならば東電の弱点はどこにあるかというご質問ですけれども、東電の弱点ってまさしくこの事故を起こしたことですよね。これがもう今や最大の弱点で、このままいけば普通の企業として終わりですから。そうすると、あのさっき の、 その奥田博士、があの会長の小泉さんが顧問しているという話をしましたけどね、その関連で、中部電力が今一番いいんだっていうあの記事もどっかに載ってましたね。中部電力はあまり原発に実は浜岡はあるんだけども、あの東電なんかに比べると原発に頼ってないと。そうするとトヨタはね、中部電力と手を結んで、東京財界を潰しにかかっていないそんなような記事が出てましたけれども、まあそれを真に受けるわけじゃありませんけれども、でも例えばあのあり得るなと思うのはそういうことですよね。特に中部電力にしてみればもう東京電力は終わると。で関電にしてもどこにしてもですね、これは事故を起こした東京電力が終わるという、だからこれから先その電力業界がどういうふうになっていくか分からないけれども、そこで東京電力が落ちれば自分たちが相対的に上になるというです、ね、そういうことっていうのは確実にあると思います、ね、だから東京電力はもうこの事故を起こしてしまったってこと自体がもう大変な弱点であってね。でもそのじゃあ東電をね潰してどうなるかっていう話ですよね。下手な形で東電を潰したらそれこそ保証の問題とかが全部棚上げになったまま終わってしまう危険性もありますから、保証のスキームっていうのをちゃんと、作らせて、で 東電だけじゃなくて東電に金をぶち込んでいた銀行家とかですね、そういうところからしっかりと金を引っ張り出してですね、その保証のスキームっていうのをちゃんと作らなきゃいけない。作った上でもうこんな事故を起こした東京電力はですね、何らか解体するとかですね、国に買い取らせるとか、最終的には僕はそういうだと思いますね。もう企業体としてはもうとても生きていけないようなことに、ね、もうなってるわけですからね。それを潰すという方向に行かなきゃいけないと思いますよ。大体そんなね、おかしいじゃないですか。事故を起こしたにもかかわらずですね、なんか社長もだか会長だかもみんな、平然としてですね、それで、まあ、これまでに溜め込んだお金で悠々自適に暮らすなんて変じゃないですか。だからそれ最終的には僕は東京電力っていうのは潰さなきゃいけない。でもそこに働いてる社員の人たちのね生活を全部台無しにして路頭に回せるとか、そういうことはもちろんしちゃいけないけどね、しちゃいけないんだけれども、やはり東電自体がですね、その責任を最終的に負ってもらわなきゃ困るんで、事故を起こしてもガタガタなんですから、それはできるでしょう。でも新聞とかテレビもね、まあ、東京電力かとかも電力会社からいろいろおいしい思いをしてたわけでね、そういうこともやっぱり自己批判しなきゃいけないですよね。僕の考える候補者のベストは首相と都知事とどうなのかっていうのは、これなかなか難しいですね。というのは都知事の候補者には言えないんですよ、ね、これは候補者選択っていうのは事前に絶対に言っちゃうとダメなんですよ。もうそのことで、ご本人がいやそんな小耳に挟んじゃったらもう渡したくないって言ったらそれまでなんで、ちょっと僕なかなか申し上げられません。まあいずれにしても我々の側が立てる候補者になってもらうキャップなんですけどね、橋本聖子さんなんてできんですか、大体この人たちは。そもそも、それは全然ダメ。猪瀬さん400万票って時に本当にもうびっくりしたけども、まあ、そういう人たちに都知事をやられちゃうと困るみたいな。で首相のポスト安倍なんですけれどもね、これはまあ石破さんの名前が上がってますけれども、石破さんの後は小渕優子さんだって名前が上がってますね。小渕優子さんですよ、まあ、びっくりしちゃいますけどね。でまあその次小泉進次郎さんみたいな話になって、
いますけれども、まあ自民党の方もあんまり玉がいないんでしょうね。そうだね。じゃあ、政権をね、こう変えるときに我々として誰を首相に担ぐかっていうようなことになって、それもよく聞かれるんですけれども、正直もうこの人っていないんですよね、現時点でね。残念なことっていうか難しいことっていうか、例えばじゃあ民主党の中に誰かいますかとかね、あったときにこの人いいなと思い浮かびますか。皆さんなかなかそういかないですよね。じゃあ共産党どうか社民党どうか無所属の中でどうかってこう広げていってもですね、いやこの人に首相を任せたいって人って正直ピンとくるという意味ないんですよね。だからのベストって言われてもなかなか難しいなと。ただ僕はもう最近こう考えてるんですけどね、もう我々もねやっぱ結構陰を広げないとダメだろうなと。だからリベラルの一点でその自民党のリベラルも含めてこう少し抱え込んでね、新しい政党を作ってね、あるいは会派を作ってやっていくしかないかなって気にならなってますね。麻生太郎さんみたいな人 もう入れちゃうみたいなね。麻生太郎じゃない麻生太郎は入れないな。これはダメですけど、河野太郎さん、さあ、未曽有の人入れちゃうの。河野太郎さんあたりに抱え込んで、まあ昔で言うと加藤浩一さんとかね、そんなところまでこう広げていってリベラルの一点でいって、ちょっとした、星のリベラルのところは目をつぶるみたいなねところでやっていって、そこからリーダーをっていうふうにするしかなかなか勝てないんじゃないかなって気はちょっとしてきていますね。だからその時に救助守るとかね、原発廃炉とかね、秘密を廃炎でもうできちゃったから、ね、それをその法律なくすとかですね、そういうような何点かでいうことなのかななどと思っています。まあこの人っていう人はなかなかいません。一時孫正義がいいんじゃないかなっていう意見もありましたけど、まあさっきそのこと話せなかったんだけれども、その経済界がですね、どっかの時点では脱原発に行かざるを得ないというのはですね、タイミングを失ったらまた孫正義さんにみんな取れちゃうんですよ。だってこれも原発からね、もう大きな流れは原発じゃないんだと、太陽だとか水素だとかなんだとかって言ったときに、実はそっちに行きたいんだけれども、まあ国策だしな、まあ、これまでのこともあるし、脱原発言いづらいね、反原発言いづらいねなんてやってる間にですね、ふっとそちらに行ったらもう全部孫さんに取られていったみたいなことはですね、やっぱり財界はいろんなね、企業を下げたいなと思ってます。まあちょっとそれもまたさっき話忘れちゃった。特集会からお金をもらった政治家の名前の公表は新聞などはしないのでしょうかってなってるんですけれども、全てのネタを、ノーソーっていう人が出した全てのネタを今知見が押さえてるんですよね。ですから新聞はですね、それを書くとしたら知見から情報をもらわなきゃいけないんですね。で、知見と新聞の関係っていうのはですね、なかなかこれ今ね、力関係から言うと知見がリークで出してくる以外になかなか取れないですよ、現状ですね。そうすると知見の方がこのタイミングでこの人の名前を出そうっていうような形になってかざるを得ないですね。そういうことで出てくるんじゃないかと思います。一度この間の自民党の名前とかが出たら、その後今度なぜか突然安倍智子さんの名前とか出たりとかなってますね。あの辺は知見がこう小出しにしてますよね。そこのところは記者がですね、そのネタを取ってきてそれを全部こう載せるというのは今しんどいと思うんで、それは僕も決勝とか回ったこともありますけれども、僕らが回ってた頃よりははるかに今ネタが取りにくくなってますね。まあ本当に残念ながら知見のそのがこのタイミングでこういう名前を出そうというふうにしか出てこないと思うんですよ。その安倍石原会談もさっきお話したように分かんないんですよ、どういうことが話されたか。本当に何もその情報は取れてないんだけれども、なんか変ではありますよね。なんか変ですよね。だからそこの中でじゃあその、ここで今猪瀬を辞めさせないといろいろまずいことがあるんじゃないかっていう話はあったと思うんですよ、誰がどう金をもらっていてそれが知見の中でどうなってるのかっていうのは注目は分からないんですけれども、
何年がしっかり回せるものなんですとは思うんですね。だからどっかの時点で資金がちょろ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 出していって、それがあるときは産経新聞に乗る、あるときは朝日新聞に乗るっていう、まあそういうふうにちょこちょこいろんなところに欠かせますよね。今のところはまあそれしかないなということですね。特定秘密保護法で原発反対運動はどのようになっていくのかということですけれども、特定秘密保護法がこの1年間の間に施行されてですね、それが権力の思惑通りに運用されたらですね、あの原発の反対運動というのは潰されますよね。思惑通りに運用されてしまった。実際だって、もう今これ西の方ではですね、特に西の方では反原発で何人もパクられてますよね。それからこの間の選挙の時にはですね、あれ福島だったとしたとか、あの安倍さんがこう喋ってる時にこの原発はこうプラカード出したら、それだけで名前は何だろうかって聞かれてですね、大弾圧ですよ、ある種ね、思想に対するそういうことを行われて、いますし、あのまま運用されたらこれはあの運動はあの直ちにとは言わないけれども、相当程度潰されますよ、ね、週刊金曜日なんかもう快感でしょきっともう週刊金曜日1ページから、ね、64ページまで全部これは公の秩序と公共に反しますから権力側から言わせればからそれをさせないことですよ、ね、だからその政権を変えてあの法律をまあなくすまではですね、とにかく施行させない、そして、運用をさせない、もうその戦いが非常に重要になってるんですよ。それは僕は可能だと思いますね。そうそうバカなことは我々もさせないだけの力があると思うので、我々というのはその市民ですよ。核燃サイクル文書などはどうなるのでしょうかってご質問をいただきました。先ほど配られた一番新しい案の解放でもその文書の東京新聞の記事のコピーが ありましたけどもね。でまあ、これについてはあの東京新聞、イタリアンか朝日もかなり批判的に書いて、いました。で僕はその文字だとか核燃サイクルなんていうのはですね、さすがに自民党もどっかであの方針転換すると思います。だって何もいいことないよ、何一ついいことないですよこれね。何一ついいこともないことを推し進めて政権ってプラスにはなりませんよ。だってどっかでこれバカじゃないかなになりますから、ね、だからさっき その振り付けの話で言えばね、僕どうもねあの変だなと思うんですよ。それが安倍政権がもしねこれから先もずっと長く政権を持っていこうとするならば、こういうふざけたことやらないと思うんですよ。どうしてもこれおかしいですよ。ってことは何がしかやっぱり安倍政権をその原発政策絡みで、ずっこけさせようというふうなどっかあるんじゃないかっていうふうに僕が思うのはやっぱこういうことなんですよね。原発再稼働よりも馬鹿げてますからね。もちろん原発やると馬鹿げてますからね、当然言うまでもありませんよ。でもさらにとんでもないよこんなものね。だからね、いつまでも核燃サイクルとか文字なんか続けるとは到底思いません、ね、このことに続けることによって儲かるやつらは若干いますけれども、損する人たちも増えてきますしね。で官僚っていうのはよく言われるように自分たちがやってきた路線を壊したくないっていうよく言われます。よく言われますが日本の官僚もとことんばかりはないですからね。こんなことをねいくらねこれまでやってきたからって、もう時代状況があまりにも違うわけですから、どこかではやめると思うんですけれども、でももしそれがねそこまでうがった見方ではないとするならば、もう一つその官僚のよくある手口というのはとんでもなくひどいものをやっといてちょこっと下げるっていう手口ですよね。そういうこともありますよね。自民党の改憲草案ってね、誰が見たってあんなもの憲法じゃないですからね。あれなんで自民党があの改憲草案出したかっていうのは最近はもう明らかですよね。それこそ麻生太郎さんの発言で明らかですよ。
ナチス憲ワイマール憲法からナチス憲法に、ナチスがワイマール憲法をやめてナチス憲法を作ったって発言しましたね。ナチス憲法ってもちろんありませんよ、そんなものは。でそれは麻生太郎さんがちょっとどっかネジがおかしいかなんかなんでナチス憲法なんて言っちゃうわけで、ナチス憲法なんて憲法ありませんけれども、でもあれはワイマール憲法っていう民主的な憲法があるにもかかわらず受験法、全権二法を作って、で、違憲の法律をいくらでも作れるようになったから、ナチスは権力を掌握して戦争に突き進んだんですよね。そういうことをしましょうってことを言っちゃったわけですよね、麻生さんが。つまりあれは自民党改憲草案というのはどう見たって違憲なんです。こんなもの憲法でも何でもない、こんなひどいことって言うと、我々は言うと、そうすると、いや分かりましたと、じゃあもうこれは引っ込めますよと。で引っ込めた時にはもう9条から何から全部実質的な改憲をされてるっていう話ですよね。そういうことに持ち込むためにあんなひどいものを出してるとしか思えないんです。そっちにみんな目が行ってる間にですね、集団的自衛権の解消会見があってね、武器輸出三原則がなくなって、で日本版 NSC ができてですよ。それで今度は、いや向こうがミサイル撃ちそうになったらこっちから撃っちゃいますよみたいなことまでね、OK になったら、だって憲法なんかもう関係ないじゃないですか、全然。だからそういうふうな手口っていうのもあるので、この核燃文字もそれかもしれない、ね、ひょっとしたらすごい馬鹿げたものを出しておいて、それで反対があって、じゃあここだけはちょっとやめますと、でその代わり、こういうことでたくさんお金がかかるんで、それ税金でよろしくとかね、今までこんな間違えたことをやってきちゃったそういう政策はもうなしでとかね、いうふうな手口かもしれません。まだそれはもうちょっと要するにどうかります。安倍政権が再稼働で突っ走ったら、メディアも市民も盛り上がるんじゃないかなということですが、新基準をクリアして、安倍政権もちょっと字が読みにくいんだけど、新基準はクリアしているから再稼働すると、そういう時に反対運動が盛り上がるんでしょうかということですかね。再稼働に踏み切るかどうか、現時点ではなんとも、言えませんけれども、でもこれから、いや、あっちもこっちも再稼働だってことになってですね、そんなことで収まりが次ぐわけありませんよね。そこまでね、市民をバカにするなって話になりますんでね、これ大運動になりますよ、それは。これは、こうなんていうかな、頭よく進めていくことを考えるならば、再稼働するぞ、するぞって言って、でも、やっぱりその規制の見解もあって、断層もあって、まあ、再稼働はね、当面はしませんと、いうふうなのが一番頭のいいやり方ですよね、政権としてはね。どの道こんなものはさっきから何回もお話しているようにね、未来永劫ね、この国で原発をやり続けるなんてありえないですから、だったらそういうことの方がお利口さんでしょうと。でもそれを何が何でも再稼働をやるっていうふうなことになればですね、それは新聞も含めて我々も含めてですね、大運動が盛り上がるわけで、もしそういう状況になるとするならば、いよいよこれはやっぱり安倍さん殺しということ、逆に言えば安倍さん殺しということだと思うんですけどね。あんなね、そんなにね、再稼働なんかできっこありませんよ、絶対させませんよ、そんなことは。それにもかかわらずやってくるならば、逆にそれは向こうも、もう安倍さんなしねということになってくるんじゃないかな。そしてそれを我々は利用してですね、我々を利用して、とにかく安倍政権は潰すと、そしてその次に石破政権なんてことになったら、それもまた潰すというふうに戦っていけばいいと思います。向こうがせっかくね、そういうふうな戦略で来るんだったら、我々はそれを逆手にとって、そこは利用してね、で、安倍さんは下ろしてもらいましょうと、次の政権も下ろしましょう。で、これ最後ですけれども、それに絡んで、安倍さん、麻生さん、菅さん、石破さんの力関係、それから菅さんと安倍さんとの亀裂についてどうなんですかっていうご質問をいただきましたので、これを最後に回答して、終わりにしようと思うんですけれども、安倍さんと菅さんの間にはですね、結構今、亀裂が入っているということは、永田町で、たびたび言われているんですね。で、その理由はいくつかありまして、一番
最近言われたのは、あの横須賀の市長選で負けた時に、安倍さんがどうなんだって菅さんはいや絶対勝ちますよって言ったら負けたと、それで関係がおかしくなったというようなことを言われていますが、それだけではないですよね。それだけではないですよ。菅さんって人はなかなかこれしたたかな人ですから、うん、それで安倍さんがもうアメリカとの関係がうまくいかないということは分かっているわけです。それから財界もですね、日中のこんなあの状況は早く解消してほしいんですよ。財界は我々とは違った思惑でね、我々は戦争を起こしてもらっちゃ困るから、あの日中ちゃんとやってくれってことなんだけど、まあ、財界は経済的なことを考えますからね。で今はその円高で、円高っていうのはあれ近隣国窮乏政策ですからね。円高になったら日本は儲かるけど韓国なんか大変なわけですよ。近隣国を窮乏させてうちの国だけ良くしましょうっていうのが円高政策ですから、それをやってて財界はまあそっちの方はまあいいねと自分たち儲かるとなってますけれども、日中のごたごたはなんとかしてほしいと。じゃあアメリカは尖閣諸島の問題をクローズアップされたら冗談じゃないと思ってるわけですよね。尖閣諸島の中には大東島と久場島っていうのがあって、この2つはアメリカが統治している島ですから、一つはまあ国有化されてますけれども、一つは民営化の土地ですけれども、いずれにしてもこの2つはアメリカが統治してるんですからね。アメリカが砂漠場として統治してるんです。実際砂漠場としてはもう何十年も使ってないんですけれども、ただそのアメリカが統治している島が2つもある尖閣諸島でですね、日中でごたごたしてもらっちゃ困るんですよ、アメリカは。そこでだって紛争が起きたらですね、アメリカも何とかせざるを得なくなっちゃうじゃないですか。でも今米中っていうのは水面下でお互いに経済的にうまくやって、あの世界を2人で割ろうねみたいなことをやってるわけですからね。そういうことを安倍さんが分かってないんじゃないかって思ってるわけですよ。菅さんはちゃんと分かってないんじゃないか。それはあのどんなにね、右派で国家主義者で当選したかどうかわからないけれども、そういうことはちゃんとやってくださいよと、外交は。そしたら尖閣諸島なんて棚上げに決まってるわけですよ、ね、アメリカも一番それがいいと思ってるわけですよ。だから領土問題に私たちは口を挟みませんと、まあ、日米安保の確かに対象かもしれませんと散々言ってるわけですね。でそれがわからないと、そうするとアメリカは右上にしろって話になってくると、最初に安倍さんがアメリカに行きたいって言ったらオバマさんは来なくていいよと言ったと。でももう無理やり行ったらですね、あのいわゆる3点セットっていうのを一つもやってくれなかったと。お出迎えはないし、晩餐会はないし、国会での共同声明もないし、国会での話もさせてくれないって言ってね、こんなに冷遇された日本の首相は珍しいわけですよね。それから菅さんはだんだんこう考えてきて、これは安倍さんじゃなくていいんじゃないかと。それでもうあの永田町の中でこれがもうそういう話って漏れてきちゃってるわけですよ。菅さんが実は石破でいいと言ったとかですね、そういう話が記者の中で漏れちゃうわけですよ。だから記者の中で漏れるっていうことは、その話は安倍さんの耳にも入ってきますから、間違いなくね。だから2人の間はギクシャクします。麻生太郎さんの力関係で麻生さんは次は自分だって言ってるわけですね。次は自分だって言ってるけれども、麻生さんを押すわけないでしょ。もう今もうこれもまた本当に残念なんだけど、アメリカが日本の首相を決めてるような状態ですからね。あと麻生さんは押すわけありません。で石破さんがここ問題なんだけれども、で菅さんは石破さんでいいだろうと言ったと、そういう話が伝わってるということは、アメリカも次は石破でいいよというふうに了解したではないかというふうにもう思われてるわけですね。それ永田町の取材してる記者の中ではそういうことになっているんですけれども、石破さんがですね、政治的に非常に ある意味頭が悪いってことが今度は明らかになっちゃったんですよね。あのタイミングでですよ、デモがテロだってありえないからですよ。ありえませんよ。でも非常にありがたかったですからね。我々はありがたかったですよ。何がありがたいって言ってね、あれ NHK が欲しかったんです。これは大変なポイントなんですよ。朝日新聞もそうなんだけど、 NHK が報じるか報じないかっていうのは、永田町霞が関にものすごく大きいんですよ。ものすごく大きいんですよ。だから安倍さんはお友達で、ね、今度全部語り合うとしてる、ですけれども、その NHK があの発言を大きく報じましたよね。
で最終盤にこちら側の運動が高まってある程度追い込めたのもそれがあるわけですよね。そうするとね、じゃあこれ石破さんで大丈夫なのかなってことになってきてますというか、これから間違いなくそうなっていきますよね。だからその力関係がどうなのかというご質問なんですけれども、それはもうそれぞれが弱い立場というね、安倍さんもダメ、麻生さんもダメ、石破さんもダメと。そうするとじゃあ菅さんがその間に入ってどうなる、どうするのかなというふうな状況に2014年はなってくるんですよね。だからそういう状況になっているからなおさらね、その原発アキレス腱の安倍さんを潰す余地というのはですね、高まってきてるし、我々はそれは可能ではないのかなと思ってるんですね。でももう一つ、もこれで終わりますけれども、9時15分になっちゃったんで、新聞もテレビもですね、3年間は選挙がないって書いてこいつんですよ。でこれを許さない戦いをすべきだと僕はだからいろんなところで最近は書いたり喋ったりしてますが、3年間選挙がないなんてふざけんじゃないよと。これ違憲とか違憲状態でいいっていうのが出てるわけですよ。ってことは今の国会議員なんか全部ゾンビじゃないですか。違憲で違憲状態の中の国会議員なんだから、まあ参議院はね、それは6年間はなかなか難しいところがあるけど、衆議院の方直ちに解散すべきですよ、これ直ちに。だからそういう運動をやっていかなきゃいけないと僕は思ってるんですよ。それは安倍政権打倒のことを やっていくとともにですね、それは違憲の中にいる、ね、議員が偉そうなこと言ってんじゃないと、だから直ちに解散しろという運動を一緒に僕はやるべきだと思いますね。そして解散に追い込まなきゃダメですよ、どっかで、どっかで。そして解散に追い込んだら、さっきお話ししたように野党は一応全部が反原発なんですから、野党で自民党の中にもこれまずいねって言ってる人たちいるわけですから、解散して選挙の時にその踏み絵を全ての議員にですね突きつけて、そしてもう私たちはその原発推進なんていう議員にだけは一票は入れませんよっていうですね、運動に一緒にこう持っていくとか、ね、そういうふうな展開をしていくとこういうことが重要だと思いますよね。解散にさせましょうよ、これ。ありがとうございました。はい、ちょっと時間が、はい、だいぶ経ちましたので、これで質疑応答を終わらせていただきます。